はい、行きます。あの、僕らは本当に世界中を回って大道芸しました。そこでやったパフォーマンス、ここで行きます。完全再現するので、よかったらご覧ください。ちょっといつも別々でやってる2組が、ちょっとこの暑い時間なんで、この1回でコラボレーションパフォーマンスします。よかったら楽しんでください。ああ、教えて。ちょっとだけ待ってくださいね。はいはいはい、お兄さんお姉さんとかのおかげで、ほら、ちょっとずつ集まってください。これまだ何もやってないですけどね。最初3人ぐらいしかいなかったけど、ほら、ありがとうございます。集まってる感ってすごく大事になってくるんですよね。ラーメン屋さんとかもそうですけど、行列できてるとね、気になって並んじゃうじゃないですか。すごく大事になってくるんでね、よろしくお願いします。ちょっとだけね、で始まったら本当に短い時間で、本当にすごいことやってくるんで、ちょっとだけ待ってくださいね。暑いんでね、無理しないでください。よしよしよし、じゃあちょっと特別コラボで、あのマイクもう一個あるんで、僕あのちょっと今日こっちでやるんですけど、途中このマイク、あの持ったままパフォーマンスできないんで、ちょっと軽く今確認したいんですけど、今皆さん僕の声聞こえてる方、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、遠巻きで全然いいんですよ。どっちかというと近づきすぎるような遠巻きで集まってる感すごく大事になってくるんで、あの後ろの方でも止まってほしいんですけど、ショーが始まったら前の方に来てもらってもいいですか。はい、で、あのお願いがあって、これ1回目なんですよ。で、できればせっかくなんで盛り上がった感出したいんで、なんかおーとかイエーとかふーとか言ってもらえると、大道芸の空気感めっちゃ大事になってくるんで、あの楽しくなってくるのと盛り上がってる感出ると、こう見たの、僕10年以上いろんな国前だからしパフォーマンスやってるんですけど、あのシンプルに人が集まります。はい、あの人が集まった方が、あのお互い楽しい時間になると思いますので、あの今はその場でなんかちょっと気になって、すごいね、今いい感じ散ってくれてるんで、めちゃめちゃ集まってる感じ出るんで、そこで大丈夫なんで止まってください。で、なんかアップがてらにちょっといろいろ、もしかしたら浮くから、の僕の相方動くかもしれないんで、なんかすげえなとか思ったら、あのうぅうぅみたいな感じで拍手貸してもらえると、はい、まだ全然アップで、あのショーは始まってないんですけど、なんか気になって集まってくるかもしれないんで、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。ちょっと軽くアップもしながらですね、準備したからショーの方、トータルの方進めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日特別コラボレーションパフォーマンス、普段別々で活動している2組で今日やらせていただきたいと思います。赤いタンクトップ着た2人組ですね。中華エリケ